はい、What's up、哲也です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は高市 VS 小泉、進次郎の解雇規制緩和の罠にはまるなというテーマでお話したいと思います。先日9月6日ですね、出馬表明の記者会見で小泉進次郎氏、以下親しみを込めて進次郎君と呼ばせていただきますけれども、進次郎君はですね、3つの改革として、1政治改革、2聖域なき規制改革、そして3人生の選択肢の拡大の実現に取り組むと語りましたね。1政治改革では、旧文通費の使途公開と残金の国庫返納の義務付けを掲げ、改正政治資金規正法では10年後に公開するとされた政治活動費も廃止するとしましたね。もしこれが本当に、実現されるならですね、本当に結構なことですけどね。政治家はね、なんていうのかな、やるやる詐欺のプロみたいなもんですからね。これだけね、はっきりと公約したからといってですね、手放しでは喜べないんですよね。皆さんご承知の通りでしょ。特に自民党はですね、憲法改正を党勢として決闘して何年になりますか、69年目になるんですよね。来年が70年と言ってますからね。それくらいの膨大な年月が経ったんですけど、いまだにですね、憲法改正やるやると言いながらね、一文字も改憲発議をしていませんからね。今回の総裁選でもね、やおら改憲を口にする人が増えましたけれどもね、選挙前の保守仕草に夢騙されてはいけませんよ、注意しましょうよ。本当にね、保守の、人たちが喜ぶようなことを必ず言うんですよね。そして実際に政権を取ると、保守の人が嫌がる LGBT 法みたいなね、ああいうものを断行するわけですよ。恐ろしいですよ。本当ね、気をつけましょうね。ところで進次郎君には、あと外国人へのパーティー券の販売を禁止するとかね、世襲政治にもピリオドを打つとかね、言ってほしかったですけどね。自分に不利益が被るようなことは言わないってことなんでしょうね。はい、それで3の人生の選択肢の拡大では、問題の選択的夫婦別姓の導入、年収の壁の撤廃、それから労働時間規制の見直しなどを主張していましたね。それぞれにいろんな問題があるんですけども、ここではね、ちょっと立ち入るとまた話がややこしくなるので、今日はそこには立ち入らずに、別の機会にお話したいと思いますけども、今日のテーマはですね、2聖域なき規制改革の話なんですね。進次郎君は聖域なき規制改革の名のもとに、労働市場の流動化に向けて解雇規制の見直しとライドシェアの全面解禁に取り組む考えを示しましたね。ライドシェアに関しては、それが導入されればね、日本でもいわばウーバータクシーが解禁されるようなものですよね。となるとね、二種免許を持たないだけではなくて、日本語もろくにしゃべれない外国人も大量に参入してくる可能性があるのでね、乗客の安全性を含めて慎重に検討が必要だと思いますよ。これもね、あまり短平均にやるべきではないんじゃないかと思ってるんですけどね。そして解雇規制の見直し、解雇規制の緩和にも重大な問題が潜んでいると思われます。そこで今回はね、進次郎君が公約した解雇規制の見直しが我々の雇用や生活にどのような影響を与えるのか、そして僕が支持するね、高市早苗候補の立場との違いをですね、比較しながら、その危険性について考えてみたいと思うんですね。まず進次郎君の言う解雇規制の見直しとは何かってことなんですけどね、進次郎君は労働市場の流動性を高めるため、言い換えればね、仕事を辞めたり就職したりすることが容易になるようにということなんですね。主に大企業における解雇ルールを緩和しようとしているんですね。具体的には、現在企業が労働者を解雇する際に求められている希望退職者の募集や配置転換に向けた努力を軽減し、代わりにですね、解雇を容易にするとともに、リスキリング、再教育や再就職支援を義務付けるという方針なんですね。
まあ、そういえばスンズル君の父の、ね、小泉純一郎氏の内閣で、経済財政政策担当大臣として、活躍した、ね、例の人がいますよね。そう、竹中平蔵氏は日本企業の正社員は解雇されにくく守られすぎているので問題だという、ね、持論の持ち主であってね、まあ、派遣社員を中心にいわゆる非正規雇用の拡大を推し進めたとも言われているので、まあ、今回のスンズロー君の解雇規制の見直しにもその竹中氏の影響がありそうな気もしますけれども、どうなんでしょうかね。僕はなんかかなりあるような気がしますね。いずれにしてもスンズロー君の主張は一見すると労働者のスキルアップや転職の自由を促進するようにも見えますけれども、本質はそこではなくてね、むしろね、実際には労働者を解雇しやすくし企業の都合で人材を容易に入れ替えることを可能にするという面が強いのではないかと、そういうふうに僕は思えてならないんですね。これにより労働者の雇用が不安定化するリスクが高まるかもしれないですよ。僕はスンズロー君の提唱する解雇規制の見直しには大きく分けて3つのリスクがあると考えています。リスク1、労働者の権利の後退。現在の労働契約法16条では合理的な理由がなければ解雇は無効と定められています。これにより、ね、企業が労働者を不当に解雇することを防ぐシステムが整えられているわけなんですけども、しかしスンズロー君の提案する解雇規制の見直し、すなわち解雇規制の緩和が実現すれば、企業はこれまでより労働者を容易に解雇できるようになることは間違いないんですよね。ですからその面において労働者の権利が著しく後退する恐れがあるということなんですね。例えば社長や上司に異を唱えた労働者がね、なぜか知らないけど解雇されたり、まあ、表向きはともかくですよ、実質的にはハラスメントに対する抗議が理由でですね、解雇されたりするケースが増える可能性もあるんじゃないかというふうに考えられるわけですよね。そうなると労働者の立場をさらに弱体化させ、働く人々の生活が不安定になるだけではなくて、職場での不当な扱いに対して、まあ、声を上げにくくなるということもね、十分考えられるんですよ。それからリスク2、経済の不安定化。スンズロー君は解雇規制の緩和が経済にダイナミズムをもたらすと主張していますけどね、まあ、確かにその面もあるかもしれません。ただこれはね、やや偏った見解とも言えるんですよ。解雇が自由化されればね、労働者は常に解雇のリスクに怯えることになって、貯蓄を増やしたりね、まあ消費を控えたりするようになって、その結果景気が冷え込んで経済の活力や安定性を損なう可能性が高まることも、まあ、無視できないんじゃないでしょうかね。特に長期的な雇用の安定が保障されない場合ですね、人々は生活費や将来の不安から貯蓄を優先し、経済の活性化にはつながりませんね。また高額の住宅や自動車のような高額耐久消費財の購入にローンを組むことにね、躊躇を覚えることもあるでしょう。そういったことからね、大型消費にも甚大な影響が出てくる可能性がありますよね。解雇規制を緩和するだけでは、企業が短期的な利益を追求するあまりね、長期的な経済成長を阻害してしまう側面があることに注意をしなければならないのではないでしょうかね。それからリスク3、法的な不備。さらに問題なのは、スンズロー君の提案には法的な面で曖昧性があるような感じがするんですね。生理解雇に関しては現在の日本の法律では明確な定めがなく、まあ、長年の裁判例によって確立された要件に基づいているんですね。例えば生理解雇には通例ですね、人員削減の必要性や、解雇回避の努力が求められているんですよ。しかし小泉氏はこれらの努力義務を大幅に軽減しね、代わりにリスキリングや再就職支援を義務付けるというふうにしているわけなんですよね。まあ、だけどそれで十分かどうかという問題があるわけですね。まあ、疑問がある程度残りますよ。現在の法体系ではね、セーフティーネットを含めて、解雇規制を緩和するための具体的な支援枠組みが整っていないと思うんですね。その状態で単純に規制を緩和するだけでは、解雇された労働者の多くが、まあ、路頭に迷う結果を招きかねませんよね。まあ、こうした不明確な政策はむしろね、労働市場に混乱を招き、
労働者と企業の関係に深刻なコンフリクト、つまり不和や対立を生じさせる可能性が高いのではないでしょうかね。ところでね、こうしたね、進次郎君の姿勢は、つまり政治姿勢はですね、誰かの政治姿勢とそっくりだと言われています。僕はそっくりに見ます。その誰かとは誰でしょうか。それはですね、実はちょっとまた動画がなくなっていけないのでね、続きは次の動画で詳しくお話したいと思います。それではぜひ引き続き次の動画をご視聴くださいね。よろしくお願いいたします。